そう、神谷さんね、教習所でもちょっと時間を何勉強の時間を追加してしまったとか、はい、そういう話されてましたけど、そのくらいの追加なら優秀だよって鈴木の方もねおっしゃってましたし、ねえ、そう、うん、そう、なんか私的にはもう追加しちゃった時点で、あ、お金追加して払わなきゃってなっちゃったんで、これはですね、ダメな生徒だなと思ってたんですけど、実際どんぐらいなんですかね。皆さんどうでした？どうだろう、スッと一発で取れたよっていう方って。あ、でもまあほら、ね、まあ、やっぱりね、バイク好きな方が集まってますからね。まあ、うん、そうね。でも一発でね、やっぱ取れたら自信につながるかなと思ってたんで、すみません、僕一発で取れなかったです。あ、そうなんですか。ちなみに何回追加しました？いや、僕も1回なんですけど。おお、師匠が続いてますよ、私。ありがとうございます。一本橋、ありがとうございますじゃない。一本橋すぐ落ちました。え？あ、じゃあ、即アウトのやつですか？はい。乗ってすぐ落ちました。でも一本橋、え、なんか、多分10年ぐらい前なんですけど、はい、なんかその言い訳なんですけど、はい、その日めちゃくちゃ雨で。あ、雨ね、雨は本当に、まあ、言い訳はやめます、はい、でも雨すごくないですか？確かね、神谷さんも師匠、はい、私も教習の式の時雨降りましたよ。すごい、やっぱお二人は強い絆で結ばれてますね。だから私もだからその教習ずっと実習やってる時に、実習練習してる時はずっと晴れだったんですよ。でも教習の試験の時だけなぜか雨降って、はい、雨降りやがってって感じですよね、こちらとしては。ちょっとアイドルアイドル、本当にもうだから救世道が私的にはもうやばいやばいやばいってずっと思ってました。その時はもう無理しない方がいいです。無理 しなずに、でも合格したんで一発でよかったです。ちょっと今大丈夫ですか、関係が逆転してるんだ。いや、僕だからもう今度なんかもうそういう時なんか取りに行かなきゃダメダメだった時はレインタイヤ履いていこうかなと、履かしてもらおうかなと。何があってもね、大丈夫だよ。でも番組の中でも、番組皆さんフルでご覧いただいた方結構いらっしゃるのかな。あれ最後神谷さんね、はい、すごいかっこよく走ってたんですよね、はい、いかがですか？いや、最後すごい綺麗になってて、うん、乗り方綺麗になってて、うん、はい、すごいかっこよかったです。でもなんか上手ですよね、はい、試験も一発で取られてますし、はい、でもやっぱり丁寧に教えてくださって、プロの方に教えていただけるのそんな、ね、光栄なことっていうんですか、多分本当に皆さん羨ましい立場にいると思うんですよ。うん、そうですね。だからもうその点ではね、しっかり綺麗に走らなきゃという気持ちもあったりとか、でも、ね、この女子がバイクに乗るっていうのも、まあ、今結構見てる方も女性の方もいるんですけど、男性の方の方が多かったりするので、そういう女子ライダーも増えてほしいなっていうのもあって、そうですね、で女子もバイク楽しく乗れるんだよってこうやって広めていけたらいいなって思ってたり。ちなみに神谷さんはどのバイクがお好きなんですか？私は、まあ、もちろん鈴木さんの ESX-S125 とか、はい、あとはジクサーも結構、ね、はい、企画で乗らせていただいたりとかあるので。そうそう、なんか今 400cc 以下の今売られているバイク全て乗られてるそうなんですよ。そうなんですよ。すごいですすごいですよ、ね、なかなかね、そんな女性、多分日本人で女性は初ぐらいな感じが言ってましたね、はい、もうありがとうございます。すごいことですよ。ジクサーですか？ジクサーが、ジクサーで、はい、あそこにもありますけどね。見た目もね、可愛いですね。そうですね、やっぱり私的には初心者、今すごい、まあ全然初心者なんですけど、初心者が一番乗りやすいバイクなのかなって思います。気軽に移動とかにもなんか使えるし、あとはカラーがやっぱり青が結構お気に入りなんですけど、でも一番最新色っていうんですか、赤黒、黒赤のね、黒赤も結構可愛くて、お気に入りだったりします、はい、すごいかっこいいですよね。津田さんはちなみに普段は何乗られてますか？僕はV ストローム250、ちょうど黄色なんですけど、うんうん、あれが出た途端にもうあれは絶対乗らなきゃと思って。どうしてですか？かっこよかったんで。あ、見た目、はい、見た目ですか？見た目重視なんで。なるほど、はい、津田さんはバイクを選ぶときは見た目重視？見た目重視です、ね、おお、そうなんですね。はい、もうだからもう乗って試乗して決めるとかじゃなくて、かっこいいって思って、もうそれで乗ってみて後で、あ、まあいいなーって終わるんですけど。あ、もう何よりもビジュアルが一番なんですね。僕はそうですね、
確かに見た目もね、すっごい大事ですよね、バイクって。まあ、テストライダーやってて見た目だけっていうのはなんかちょっとあれなんですけど、なんかでも乗ってみてすごいいいバイクだし、いいバイクっていうのはもう分かってますんで、鈴木がいいバイクっていうのは分かってますんで、乗るまでもなかったです。乗るまでもなかった。V ストロームのどんなところが良かったですか？やっぱりエンジンすごい良くて。エンジン？はい。うん、やっぱり車体もすごい乗りやすいし、エンジンの、低回転のところとか、街乗りってそんなに高回転でバンバン回さないんで、信号待ちから出ていくときとか、普段の JSB とか MotoGP で開発してるんですけど、そういうフルパワーなバイクばっかり乗ってても、全然パワーのモーターになさって全然感じないんで、すごい。これをぜひ皆さんに乗るべきバイクの一つだなって僕は思ってるんですけど。なるほど、ね、福田さんおすすめは V ストローム250ですね、はい、で神谷さんおすすめはジクサ、はいはい、ありがとうございます。ここにもねありますので皆さん写真も撮っていってください。さあそれではですね、これから神谷さんのバイクライフの目標を聞いてみたいんですけど。もうこれ皆さんびっくりしますよ、8体に出たいです。出ました見てください皆さんの表情、割と無ですよ、割とね、ありがとうございます。拍手、一人拍手、一人だけ、一人だけ拍手してくれる。8体に出たいですよ師匠、どうですか。そうですね、よかったですね、今日監督がいますんで、ね、ぜひよろしくお願いします。私も8体に出させてください。そんな、なんか私を好きに連れてってみたいなノリでできるもんじゃないですよね大阪と違い、ちょっと今日は監督がもう直々にもう後でお願いしに行くんで、はい、8体の夢を見させてください。私にめっちゃ笑ってくれてますね、ありがとうございます。どう思いますか。まあ頑張ってください。あすごい、目が死んでる、目がすごい死んでるちょっともうちょっと師匠などに親身になってアドバイスもお願いします。8体難しいですかね。8体難しいですね、そうですよね、熱いし長いしみんな早いし、でも全部乗り越えるんで、そうぜひ。じゃあまず膝をすることから始めないと。気持ちではするって言ったんですか。もうだから多分寝れると思うんですよ。ああ、そうですね。じゃあまずサウナに20分ぐらい入ってもらって。20分でしょ。サウナ。全然行ける、全然余裕。20分をじゃあ5分ぐらいちゃっちゃちゃってやってもらって。20分5分全然大丈夫。大丈夫ですか。全然行けます。サウナ好きなんで。サウナ大好きなんで。まあそういう問題じゃない気がしますけどね。サウナは大丈夫です。その後じゃあ僕らのトレーニング一緒にしてもらって、それに合格したらじゃあ僕から監督に一応お願いします。一応じゃあお前さらっとさらっと大丈夫、今監督にお願いしたんで、もうあとは出れるか出れないかの判断だけ。あとで僕怒られるかはちょっとドキドキしてそうなるべくこっちをね、こっちを見るように津田さんがしてるっていう、あっちを見ないようにして。まあ8体はねちょっとね難しいと思うんですけども、見に行ったことはありますか。まだないんですよ。お前なめんじゃねえよと思った、それも絶対普段はこういうことも僕してますんで、ぜひ見に来てもらう。そうですね、はい、まずじゃあ応援という形で見に行ってっていうのも、師匠が走る姿を、そうですね、見てもらいたいですね。うん、師匠のかっこいい姿をぜひぜひ8体でね、はい、見てください。はい、まあ、気づいたら私いるかもしれないんでね、その時はぜひピットに僕が言っていいかどうかわかんないですけど乗り込んでる可能性あるんで、いいと思います。すげえ確認するじゃないですか。ちらっと見ましたねはい、はい、じゃあもう本当にねちょっとまだまだお話聞きたいんですけれども、そろそろお時間迫ってまいりましたので、最後にお集まりいただきました皆様に神谷さんからまず一言お願いします。はい、皆さん東京モーターサイクルショーとこの鈴木ブースでトークショーお越しいただきありがとうございます。1つ2つ3つぐらいお知らせがあります。まずですね、私がバイクの番組ライド&ドライブという BS12 で放送されます。毎週じゃない、最終週、月の最終週の金曜日21時半から放送されますこの番組に、アシスタント MC で出させていただきます。1年ぐらいかな、とりあえずレギュラーでアシスタント MC 出るので、よかったらぜひ見てくれたら嬉しいです。あとは東京秋葉原の方で西洋劇場亀戸市カフェというところで毎日ライブ公演やってます。よかったらそちらの方にも遊びに来てください。いつでもお待ちしております。